演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ひな、ファミリーマートの冷やして食べるフレンチクルーラーミルクホイップを食べたいと思います。前はカスタードホイップだったんだよね。ミルクになる何かな、そして冷やす意味は あるのかな。毎回これ疑問に思わされるんですよね、冷やす意味は。はい、こんな感じですね。チョコレートがいっぱいで割れそうになるので、もうこのままいきます。ではいただきます。ミルクホイップはまろやかなミルクの甘みが口の中にふわっと広がって美味しかったです。しかもフレンチクルーラーの生地はちょっともっちりしていて、思っていたのと違いましたし、何より冷やす意味ってやっぱりあるのかなって思う部分が出てきてしまいましたね。チョコレートもちょっと全般にかけてる上に食べづらさもあるし、ホイップは美味しいけど全体としてはちょっとイマイチな部分があるかなということで、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分減塩。